皆さんこんにちは。世界には実験的または偶然の交配の結果に生まれた多くの興味深い生き物が存在します。これらの混血動物の多くは実に印象的です。またこのような試みの結果は人間にとってどのようなものになるのでしょうか。世界には間違いで誕生した蜂が存在します。昆虫学者、遺伝学者、養蜂家の間違いです。ブラジルの養蜂家たちはブラジルの暑い気候に耐えられる従来のミツバチよりもずっと多くの蜂蜜を集めることのできるミツバチを生み出したいと思いました。この新種のミツバチはとても攻撃的であることが判明しました。しかもうっかり外に出てしまったアフリカナイズドミツバチが地元の種と活発に交配し、すぐに交雑が進みました。アフリカナイズドミツバチは殺人ミツバチ、キラービーという別名が付けられ恐れられる存在になっています。1969年から現在に至るまでブラジルでは200人以上と数千頭の家畜がこのミツバチに刺されて死亡しています。こちらはハイイログマとホッキョクグマの雑種動物です。興味深いことにこのハイブリッドは飼育下だけではなく自然界でも見られます。ハイイログマとホッキョクグマは遺伝的にかなり似ているため、両者のミックスの子供は健康で繁殖力のある子孫を生み出すことができるのです。2006年、カナダの北極圏で捕獲されたクマの DNA 鑑定が行われ、その結果、科学者たちはそのクマがハイブリッド種であることを確認しました。アラスカやカナダの北極圏地域でビズリーペアを見かける頻度が上がっていると報告されています。老犬はその名の通り、狼と大型犬の交配種です。老犬は、子犬も成犬も筋肉がよく発達し、厚い毛皮を持ち、外見はかなり狼に近いと言えます。古くから、狼を様々な品種の犬と交配させる試みが数多くされてきましたが、すべてが成功したわけではありません。老犬は、狼の原始的な本能を強く受け継いでいます。人間にとって、この動物が危険となり得るのは、主に狼の気質によるものです。このような本能はいつ表面化するかわからず、不意に野生動物特有の攻撃性を発揮する可能性があります。そのため、フィンランドなどの一部の国では、交配や飼育が禁止されています。オスライオンがメスのトラと交尾すると、このような動物が誕生します。ライガーは地球上で最大の猫科動物としてギネスブックに記載されています。ライガーが四肢を伸ばしたり後ろ足で立ったりするとその長さは約4メートルにもなり、体重は300キログラムを超えます。ライガーは一見巨大なライオンのようですが、虎の縞模様が薄く入っています。ライガーは自然界で歩き回っているという伝説がありますが、実際には自然界には存在しません。その主な理由はライオンとトラの生息地が重なっていないためです。ライオンは主に中央アフリカと南アフリカに住んでいて、トラはアジアに住んでいます。タイゴンはオスのトラとメスのライオンの交配種です。タイゴンはライガーとは異なり、体が小さめであることが特徴で、両親より大きくなることはほとんどありません。オスのタイゴンは生殖能力を持ちませんが、メスはそうではありません。ライガーとは異なり、タイゴンは野生界で生き残る可能性が十分にあると動物学者たちは考えています。タイゴンは走りが速く、時速70から 75km に達することがあります。これは狩りには十分です。また、感覚器も十分に発達しています。こちらは、ユニークな自然淘汰の例かもしれません。ほんの数年前、オーストラリアの海域で世界初のサメの雑種が発見されました。オーストラリアカマストガリザメと一般的なカマストガリザメの交配種です。このハイブリッド種はよりタフで攻撃的であるとされています。オーストラリアカマストガリザメは熱帯海域でしか生息できませんが、一般的なカマストガリザメとの雑種ははるか南の寒冷海域にも生息します。この二つの種は気候変動に適応するために意図的に繁殖しているのではないかと推測されています。
サバンナは野生界で自然に生まれる雑種の一つで、飼い猫と中型の野生ヤマネコサーバルとの交配種です。多くのサバンナは強い忠誠心を持ち、まるで犬のようだと言われます。犬も猫もどちらも大好きという方には最適なペットかもしれません。体重は 15kg にもなることがあります。また知能が発達しており、棒を投げたりボールで遊んだりするなど、犬が好むような遊びを喜んでします。しつけやトレーニングも比較的簡単で、泳ぐのも大好きです。ゾは牛とヤクの交配種です。モンゴル、チベット、ネパールなどではかなり一般的な動物で、主に農業で活躍しています。外見は牛に似ていますが、尻尾はヤク譲りです。ゾは力が強いだけではなく、1年間に最大5000リットルものミルクを出してくれます。自然条件下ではこのような交配種は滅多に生まれません。ヤマとヒトコブラクダを人工授精で交配した結果、キャマというミックスが誕生しました。科学者たちはラクダのような丈夫さとタフさ、そしてラマのような毛を持つ動物を作りたかったのです。全体として実験は成功しました。やや小さいながらもラクダのような耐久性とラマのような毛を合わせ持つキャマが生まれました。ちなみにキャマの毛は通常のリャマの3から6倍も取れます。現在までに誕生したキャマはわずか7頭です。このハイブリッド種の開発はアラブ首長国連邦の特別な繁殖センターが続けています。ビーファローは家畜牛と野生のアメリカバイソンのハイブリッドです。これは複雑な複合種のハイブリッドです。ビーファローはアメリカで食肉用として考案されました。目標はバイソンのように丈夫で、暑さ寒さに強く、牛舎なしで飼うことができ、植物性の餌で育つ肉牛を作ることでした。そしてその目的は見事達成されました。1815年オスのシマウマとメスのアラビアウマの交配に初めて成功し、ゼブロイドが誕生しました。ゼブロイドは移動手段や荷物を運ぶ蛾獣として飼育されています。ゼブロイドはシマウマよりも訓練しやすく、特にアフリカにおいては吸血バイであるツェツェバイに強いため、馬やロバよりも重宝されています。母親に似た姿をしていて、父親譲りのシマ模様は足または首、胴体に部分的に見られます。飼い慣らすのが難しく、馬よりも攻撃的だとされています。ラバはゼブロイドと比べるとはるかに成功した交配種です。おそらく世界のすべてのハイブリッド動物の中で最も実用的で広く普及したケースでしょう。ラバはオスのロバと牝馬の交配種です。2003年にアイダホ大学ではラバの最初のクローンを作成することに成功し、アイダホの宝石という意味を込めてアイダホジェムと名付けました。ホルフィンはオスのオキホンドウとメスのバンドウイルカを掛け合わせた珍しいハイブリッド種です。ホルフィンの最初の例はケカイマルという名のメスでした。これがハイブリッドであるという事実は歯の数に顕著に現れています。オキゴンドウは88本、バンドウイルカは44本、ケカイマルは66本でした。実はこのハイブリッドの子供たちは健康上の問題を持ちやすいことが判明しています。ケカイマルは2度出産しましたが、2頭とも死んでしまいました。その後2004年にケカイマルは3度目で母親になりました。オスのジャガーとメスのライオンを交配した結果がジャグリオンです。ジャグリオンは父親譲りのしっかりとした体格で、毛皮の色は両親の特徴を引き継いでいます。ジャグリオンは飼育下でのみ存在し、自然界には見られません。さて皆さん、今回はここまでです。どの動物が一番印象に残りましたか？ぜひコメントにお書きください。ではまた次回お会いしましょう。